こんにちは、パワミです。本日はマイクロソフトパワー BI のインストールとパワー BI レポートの共有を無料でする方法を紹介します。本日の流れです。まずはじめにパワー BI の無料版、プロ版、プレミアム版の料金比較、パワー BI デスクトップとパワー BI サービスの違いを簡単に紹介します。その後、パワー BI デスクトップ無料版のインストール方法を実際の画面で説明します。最後にパワー BI で作ったレポートを共有するため共有フォルダーを作成してパワー BI デスクトップの PBIX ファイルを保存する方法を紹介します。ひとまず無料で使いたい人や職場や学校の組織アカウントがないけれどウェブクラウドサービスにパワー BI のレポートを発行してみたい人向けの内容となっています。このチャンネルではパワー BI、パワーアップス、パワーオートメイトなどパワープラットフォームの使い方を紹介していきます。もしよかったらチャンネル登録もお願いします。まずはじめにパワー BI 無料版、プロ版、プレミアム版の料金を説明します。パワー BI の料金はマイクロソフトパワー BI のページに掲載されています。無料版は期間の制限もなくパワー BI を利用することができます。パワー BI プロはユーザーごとに月額1090円、パワー BI プレミアムはユーザーごとに月額2170円かかります。またパワー BI プレミアムはユーザー単位とは別に容量単位のライセンスもあります。基本的に有料版と無料版の違いは、パワー BI レポートがウェブ上で共有できるかできないかの違いです。一人で使うならば無料版で済みますが、他の人とパワー BI レポートをウェブ上で共有したい場合は、プロ版かプレミアム版が必要です。プレミアム版の容量単位のライセンスは、無料版のユーザーと共有できるスペースの容量を購入できるライセンスです。プレミアム版で購入したクラウド上のスペースにパワー BI レポートを発行すると、無料版ライセンスの人もレポートを見ることができます。つまり、社員全員がプロ版ライセンスを購入する必要がなくなります。詳しくはパワー BI の製品ページにありますので確認してみてください。概要欄にリンクを貼っておきます。次に、パワー BI デスクトップとパワー BI サービスの違いを説明します。パワー BI デスクトップはデスクトップ上のアプリで、パワー BI サービスはウェブ上のクラウドサービスです。最初にパワー BI デスクトップで自分のレポートを作成し、その後にパワー BI サービスに発行することで他の人と共有することができるようになります。無料版ではパワー BI デスクトップは一通りの機能が使えますが、パワー BI サービスで他の人とレポートを共有することができません。無料版ではパワー BI サービスのマイワークスペースという自分だけが見られる作業場所にしか発行できないからです。またパワー BI サービスを使うためには職場または学校のメールアドレスが必要です。会社や学校のメールアドレスを持っていない場合は、例えばマイクロソフト365アカウントなどを作る必要があります。1ヶ月間は無料で利用できるため、試しに使ってみたい人は使ってみても良いと思います。今回の動画では無料版を使い、職場や学校のアカウントがない人でもパワー BI デスクトップのファイルを共有することでレポートを共有する方法を紹介します。では早速、パワー BI デスクトップ無料版のインストール方法を実際の画面を見ながら紹介します。まず、マイクロソフトのパワー BI のサイトに行きます。URL を概要欄にも貼っておきます。パワー BI のサイトを開いたら、無料で始めるをクリックします。そうしたら、パワー BI デスクトップの無料でダウンロードをするをクリックします。そうすると、マイクロソフトストアが開き、
ここから Power BI デスクトップをダウンロードできます。入手をクリックしてダウンロードしてください。インストールが終わったら早速起動してみます。これで Power BI デスクトップのインストールは完了して無事開くことができました。それでは次に、無料版のユーザーが Power BI サービスを使わずにレポートを共有する方法を紹介します。やり方は、 Power BI デスクトップのファイルを共有フォルダーに格納し、共有する相手にアクセス権をつけるようにします。前提として、共有したい相手が自分と同じネットワーク上にいる必要があります。同じ Wi-Fi に接続していれば問題ありません。まずは共有フォルダを作成し、共有相手にアクセス権をつけましょう。はじめに D ドライブやドキュメントフォルダーなどに共有するフォルダを作成します。作成したフォルダを右クリックし、アクセス権を許可する、特定のユーザーを選択します。共有したい相手を選択して追加をクリックすると、相手とフォルダを共有することができます。共有フォルダを作成したら、 Power BI デスクトップファイルとデータファイルは共有フォルダに格納します。試しにこんなレポートを作ってみました。ちなみにこれは総務省統計局の日本の人口データです。ファイルを保存するときは、ファイルから名前をつけて保存をクリックし、先ほど作成した共有フォルダに保存します。ソースとなるデータもはじめに共有フォルダに保存しておいてください。最後になりますが、 Power BI を使ってみたい人は、まずは無料版を試してみるのが良いと思います。Power BI サービスでウェブ上にレポートを発行・共有してみたい人は、組織アカウントが必要です。例えば、Microsoft 365の一般法人向けアカウントは1ヶ月無料で使えます。概要欄にリンクも貼っておきます。今後、Power BI の具体的な使い方も紹介していきます。本日はありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録もお願いします。